We are going up 65 meters of height, then you will go up to see this part of the towers, and then you will go down until you arrive to this balcony. Here you see all the views of Barcelona and you can take photos and all that. Once you're finished, you will go down by stairs until the exit that is inside the church, so there's no problem to continue the visit. The stairs are spiral, so if any one of you has mobility problems or is afraid of heights, you could go down with me now, that they will do a refund of your ticket, okay? Okay. It's okay? And please remember to be tight. It's tight. 懐かしいね。すごいね。こんなに狭かったっけ？できない人は通れないね。すごい窓でスーパーするじゃん。こういう枠なかったよね。なかったね。すごい。結構この窓小さくなかったら私今日高所恐怖症だからガクブルだ。俺らが14年前行ったのは反対側だよね。反対側だね。ここが写真スポット。フルーツみたいなやつ。そうで反対側さ、ちょうどフルーツ作ってるところ。あ、そうか、逆側から見たからか。違う違う違う、全く反対側だから全然見えないですから。あれ？でも、あ、表と裏だから。あ、そうか。あと
残りひたすら降りるのみ。うわすごい高い、怖い。すごいね、これはこんな狭かったっけ。ねえ、じゃあここ、まあ、ここでもね、新しいところだからわかんないよ。ここですよ。わあ、こっちは工事中、こうやって頑張って建ててくれたんだね。わあ、綺麗。バルサの街並みを半分くらい降りてきました。ちょっと詰まってるね。え、どうした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 。じゃあ高所恐怖症の人じゃ怖い。ああ。じゃあみんなが見て。おい、おい、おい、わ、すごい。ああ、怖い。私怖いわ。ガクブル、ガクブル、ガクブル、あのね、足がね、凍結したらやばいよね。怖いね。マジで怖い、これ怖い怖い。私は足がしびれた時みたいにジンジンしてる。ちょっと前の目にならない。おお、この辺で勘弁してください。ガクブル。案外早かったね。うん、さっき言ったところ。そこから降りてきたよね。わあ、65メートル高かった。うん、ただ今度地下ミュージアム。じゃあ電源切ります。¡Viva!